皆さんこんにちは、タワバラチャンネルのタワです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、この時期、9月半ば、ぐらいにね、ベーサルシュートのがね、出てきました。世界一愛されているバラ、ピエール・デ・ロンサールなんですけどね、ベーサルシュートの方が2本どのようにね仕立てていくのかっていうのをね作業したのでね、そちらの方見ていただきたいなと思います。それでは動画の方どうぞ。はい、こちらねタワバラ花壇にありますね、フェンスのにね誘引してますね。右がピエール・デ・ロンサール、左がねツル・アイスバーグになりますね。それではね寄っていきましょう。はい、こちらねピエール・デ・ロンサールになりますね。だいぶね大きくなりましてね、1.5 倍ぐらいかな。まだまだね枝の方がどん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 ね伸びてくれている感じにねなってますね。非常にね来年の春が楽しみな株でもあります。で、株元なんですけどね、ちょっと新しいシュートの方が出てきたのでね、そちらの方を見てみたいと思います。はい、こちらねピエール・デ・ロンサールのね株元になりますね。9月中旬ぐらいからねこの枝とこちらの枝ね、うん、2本ね株元の方からね、シュートがねスッと伸びてきたんですけどね、こちらのベーサルシュートになりますね。みずみずしい枝になります。でね、これから、主軸とねなっていく大事な枝になるのでね、大事に大事に育てていきたいなというふうにね思ってます。で、こういったねつるバラのベーサルシュートのね、仕立て方っていうのはですね、枝の方をねどん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 こう上にね伸ばして伸ばしていってですね、冬に誘引して来年ね来年の春お花をね咲かせる状態にしたいんで、まずはねこちらのベーサルシュートの方をねこういうフェンスに、縛ってですね上に上に伸ばしていくと、うん、いう感じなんでね、この枝に関してはねこちらのフェンスの方に麻紐で、折れないようにね縛ると。で、こちらのねこちらのベーサルシュートはですね、ちょっとあのフェンスにね遠いんでね、うん、まあ、こういった場合はですね、まあ、支柱を、立ててですね、麻紐で縛ると、うん、まあ、こう折れないようにね、縛る、まあ、台風対策だったり、こういったねベーサルシュートみずみずしいんでね非常に折れやすいんですよね。なんで縛ってね上に上に伸ばして冬にね誘引すると、うん、いう感じにね仕立てていきます。でこの時期のねベーサルシュート、どんどんね枝の方伸びてくれればいいんですけどね、休眠期にね、冬になると入ってしまうんでこの枝のね成長がストップしてしまうんですよね。で去年もね、同じような状態でねこう秋にベーサルシュート出てきたんですけどね、まあ、枝の方が80センチぐらいかなで止まってしまってですね、誘引できるほどの長さではなかったと、うん、で我が家の場合ですとね、まあ、そういった場合、まあ、誘引できるまでの長さに、達しなかったベーサルシュートに関してはですね、まあ、そのままねこう支柱を立てて縛っておいて、休眠期に入るとね成長止まるんで、で次の年のね、春にまたねこう花枝の方がねツーッと伸びてきて春にねお花を咲かせると、まあ、こういったね付け根からも花枝がピーッと伸びてきてお花をつけると、うん、なんで本当あのピエール・デ・ロンサールのねブッシュ仕立てみたいなね感じでお花をねつけることになりましたね。なんでね、まあ、今年もですね、まあ、ベーサルシュートの方が、長さがまあ足りないのであればね、まあ、そういったブッシュ仕立てに、してですね来年の春お花を咲かせると、うん、いうふうにね、我が家では仕立ててます。でまあこういったね、フェンスに、誘引するタイプだったりねオベリスクに、まあ、誘引するタイプっていうのは、お花の方がね、まあ、真ん中より上、まあ、蝶が優勢のね、性質で上の方にねどうしてもお花の方がねついてしまうと、
うん、でなかなかねこの真ん中から下にねお花をつけるっていうのは、困難な作業でね、なかなかね技術がいるんですけどね。でまあたまたまね、このベーサルシュート今ね、50センチぐらいかな、うん、まあ、これがずっと伸びてきて、まあ、80センチぐらいね、まあ、この辺ですけど、この辺で枝が止まったと、うん、でもこの辺でね来年の春お花がね咲いてくれると、こう遠くからね引いてみてもらうとね、ちょうどね真ん中より下、真ん中よりね下の部分に、ブッシュ仕立てのね枝でお花を咲かすことができるんでね、ちょうどこう見た目的にもね全体にお花をつけるようなね感じになるんでね、まあそういう仕立て方もねありなのかなというふうにね思います。なので我が家の場合ですとね、ベーサルシュート、この時期にね出てきたベーサルシュート、もう長さが足りればね冬に誘引して、来年春お花を咲かせると、うん、で枝の長さが足りないベーサルシュートに関しては、そのままブッシュ仕立てでねお花の方をつけるという感じにね、仕立ててます。それではね、秋のベーサルシュート、ピエール・ド・ロンサールのね、ベーサルシュートの仕立て方の方終わりたいと思います。はい、作業の方ね終わりました。まあベーサルシュートね、まあ通常通り、伸びてくれればね、そのまま、伸ばしてですね、冬に誘引するという感じに、仕立てていくのがね、一番いいのかなというふうにね思ってますけど、まあどうしてもね枝の長さが、足りなければですね、まあ、ブッシュ仕立てで咲かせるという感じにね、我が家は仕立てています。そうですね、ベーサルシュートの方がねどん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 伸びてくれるのが一番いいと思いますけどね、うん、まあ伸びなかったらね、まあ、仕方ないですよね。なんで小立ちブッシュ仕立てでお花の方を咲かせるということですね、うん。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。さようなら。